当時の絵は暗いです。救いがないと言いますか、色もない。20代の頃、私の絵のテーマは死ぬことでした。父や恩師、教え子の死は私の心に深い影を落としました。大学4年の夏に結婚式を挙げました。大学の先生が、諸星、今幸せなら幸せな絵を描いていいんだぞって。それから死ぬことから生きることを考え始めました。私が日本画を描く上で大事にしていることは写生です。写生とは生を写すと書きます。生を写すということは命を写すということ。私は帰省するたびに福島県の水族館で取り留めもなく金魚の写生をしていました。2011年3月11日、この水族館の魚は全滅しました。まだ復興のめどが立たない2016年、歌舞伎座から筋書きの表紙絵に金魚を描いてほしいという依頼が来ました。歌舞伎座という大舞台で、あの日の金魚をもう一度泳がせることができました。東北人である日本画家、諸星美樹の鎮魂の思い。命を描くこと、私にとってそれは赤。